多分サポーターの3割しか知らないこと。このコーナーは私八幡がサポーターの3割しか知らないと思われるサンフレ雑学をクイズで学ばせていただきます。問題です。サンチェ君はオフィシャルマスコットという肩書きがありますが、実はもう一つ肩書きを持っています。それは何でしょう。3択です。1番グルメ大使、2番広報部長、3番取締役社長。2番を選びがちだと思うんですけど、きっかけでサンフレッチェはサンチェ君にここまでかけるぞという熱い思いを込めて社長。不正解。さすがにちょっと社長はね、行き過ぎです。グルメ大使です。どういう仕事をするんですか、このグルメ大使としては。スタジアムに飲食業者会っていうものがあって、あの売店を出されている業者さんの集まりがあるんですけれども、そこのお店の商品の PR をしたりとか、あんなの作ってこんなの作ってとか、アイデアを出したりっていうことをやってますね。サンチェ君好きなものいっぱいありますけど、その中でも一番好きなものって何なんですか。一番好きなものなんだろうな。やっぱね、その都度その都度やっぱわがままなんで変わるんですよね。当然タピオカも抑え、タピオカも抑えてたと思います。あ、スターバックス、スターバックス大好き、はい、スタバ大好きなんですか。スタバ絶対行きますね、あったら。私も今度取材行くとき差し入れ持って。はい、ぜひぜひ。さあ、サンチェから八幡アナウンサーにですね、はい、メッセージが届いております。縄跳びダンスを練習中、八幡アナもし分かれば教えてくださいということなんですけれども、はい、八幡アナ、まあ、サンチェからのお願いなので、これ今流行りの縄跳びダンスっていうんですかね、うん、はい、やってもらえます。私でいいんですか。うん、もちろん、だってサンチェからのお願い。本当です。私NiziUすごい大好きで、はい、番組全部見たんですよ。ほう、じゃあもう完璧、はい、ただ見ただけなんで、ダンス一回もやったことないんですけど、うん、見たやつをちょっと教えます。はい、簡単に言うと、うん、5、6、7、8、1、2でこっち、まず左足を出す。次、はい、右を同じ方向に出してください。はい、はあ、はあ、で、手はずっと縄跳びダンスなんで、あ、なるほど、これをずっとタタ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 タ、左、右、右、右、大丈夫ですか、見苦しくない。5、6、7、8、タタタタ、本気でやってます。本気でやってますよ。こう、本気でやってますか。こうで、こうで、こうで、こう。おお、さすが、さすが、足技。ねえねえ、ちゃんとやってください。ちゃんとやってますよ。ちゃんとやってます。いや、違いますもん、だってもう。何を。こんな足ないので。こんな足がない。タンタンタタタタタタタ、あ、そう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 、あ、そうです。あ、すごいすごいすごい。森崎さん、かわいい。完璧です。さすがやっぱりリズム感がいいですね。はい、やっぱりね。あの、手は縄跳びですよ。手は縄跳びダンスなので、ずっと縄跳び。あ、こうか、こうか、はい。ここの下でリズムを取る。タンタンタタタンタン、ゆっくりめにやってみましょう。はい、はい、5、6、7、8、タンタンタラタタ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 メッセージ。サンチェからやってくださいって来たので。サンチェくん、今回はグダグダになってしまったんですけど、次回までにしっかり栄アナと浩二さんと練習して完璧なダンスをお見せできるようにしっかり練習します。一緒に頑張りましょう。フィットネスジムベースワンは安心安全にご利用いただけるよう徹底した感染対策を実施しています。検温、健康チェック、トレーニングマシン使用後の除菌作業など、すべては
皆様の安心安全のために、月額1000円から始められるフィットネスジムベースワン、8月1日紅葉店がオープンしました。詳しくはベースワン紅葉店で検索してください。広島の YouTube 音楽番組ジャックインザビート、毎週金曜午後7時からライブハウスのワイズとリードで無料生配信中です。広島からミュージックシーンを発信していく本格的な音楽番組、出演アーティストのパフォーマンスにご期待ください。家づくりの相談窓口、マイホームの窓口からお知らせです。マイホームの窓口みゆき店が9月26日土曜日にリニューアルオープンしました。家づくりは誰かに相談する時代です。どなたでもお気軽にお立ち寄りください。ヘアセットをしてもらおうと思います。いらっしゃいませ。行ってきます。お待ちしておりました。行っていきます。そうですよね、わかんないですよ。あ、待ってない。あ、いいじゃん、いいじゃん。ありがとうございました。BAP でお待ちしております。Be in Clover BAP。